はる、おはよう。おはよう。おはよう。朝、普段通りの学校の日。登校し、席に着いた俺に早速光太郎が絡んできた。なあ、聞いたか？今日転校生が来るらしいぜ。マジかよ。へえ、初めて聞いた。つか、今学校来たばっかだし。じゃあこれも知らねえな。その転校生、なんと女の子らしいぜ。ああ、だからか。なんか朝からクラスの雰囲気が浮ついてる感じしたんだよ。教室に入った時から妙な違和感を感じていたが、その疑問がやっと氷解した。しょうがねえよ。誰だってこういう話題は好きだしな。まあね、男子はね、色めき立つよね。改めて周りを見渡せば、確かにどのクラスメートもその話題で盛り上がっているようだった。なんか転校生が来るんだってよ。俺、美少女って聞いた。俺も、しかも黒髪ショートで清楚系だってよ。マジ？清楚系とか熱いな。匂い嗅ぎてー。大丈夫かよ。バカみたいな会話が聞こえてくる。まあ、男なんてこんなもんだよな。バカすぎて安心してくるぜ。対する女子たちはそんな男子を見てゴミを見るような目をしている。そりゃあんなに鼻の下をデレデレ伸ばしてたらな。だが安心していいぜ女子たち、俺だけは違う。孝太郎に悟られないように少しだけ顔をキリッとさせる。よし、これでどっから見ても俺はイケメンだ。お前なんで急にうんこ踏ん張ったみたいな顔してんだよ。ひどい顔してるな。おい春、我慢しないでトイレ行けって。いたー、なんで今チョップされたんだよ俺。うるせえ、お前は俺の心を踏みにじった。理不尽すぎる。しょうがないね、今はね。鐘が鳴り、朝のホームルームの時間。教壇に立った担任がおもむろに口を開く。お前らの中にももう知ってる奴がいるみたいだが、今日は転校生がいる。おい、入っていいぞ。担任の呼びかけに教室前方のドアが開く。緊張しているのか、ゆっくりとした足取り、しずしずと歩き担任の隣へと立つ。その姿を見て、あの子、この前の。見覚えのある姿に思わず心臓が飛び跳ねる。正面を向くその顔は見覚えのある顔だった。忘れたくても忘れられない。あの日、俺があの場所で見かけた少女だ。まさかこんな偶然があるなんてな。内心で驚く俺をよそに、前方では紹介が進んでいく。それじゃあ自己紹介を頼む。はい、綾瀬しおりです。小さい頃この町に住んでいました。とても久しぶりに戻ってきましたので、わからないことがたくさんありますが、仲良くしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。儚げだね。ペコリと頭を下げる仕草にクラスから拍手が湧き立つ。その中で俺だけはじっとその子を見つめていた。しおり、あの娘、あの子と同じしおりか。娘ではないね、あの子だね。休み時間、教室の一箇所では転校生を囲む人だかりができている。男子も女子もいて、みんなが興味津々といった体だ。取り囲まれている綾瀬さんもそんな彼らに笑顔で答えている。絵に描いたような転校生だ。その整った容姿と柔らかな物腰でクラスのみんなからは早速受け入れられているようだ。よし、人が途切れた隙を見計らって席を立つ。俺が聞きたいことは一つだ。ちょっといいか。え、はい、大丈夫ですよ。
しいんだよ、意味深。あれ、今俺の顔を見て驚いたような感じがしたんだけどな。まあいい、今は聞きたいことがある。あ、はじめましてです。なんかちょっと切ねえな。こちらこそ。綾瀬さんだよな。俺は日比谷春馬って言うんだ。日比谷春馬、なんか引っかかってるね。そうそう。さて、いきなり聞くのもあれだよな。ここはワンクッション挟むか。綾瀬さん、この前あそこいたよな。あそこ？ほら、公園の奥の。俺がその場所を言うと、綾瀬さんは合点が言ったように笑顔を見せた。ああ、はい、行きました。とても桜が綺麗な場所ですよね。え、日比谷くんもあそこにいたんですか？おう、綾瀬さんはちょうど帰るところみたいだったから声はかけなかったけど。全然気づかなかったです。あの場所さ、知ってる人はあまりいないからびっくりしたぜ。そうなんですか？そうそう、ちょっとした穴場みたいなもんでさ、まあ入り口が分かりづらいしな。ところで突然こんなこと聞いてあれなんだが、春って名前に聞き覚えないか？小学生の頃この町で一緒に遊んだ記憶とか。春、確信つくよ。ごめんなさい、覚えていません。それはそれで。そうか。申し訳なさそうに目をしてる彼女に俺は首を振る。もしかしてって期待したんだけど違ったか。いいんだ、変なことを聞いて悪かった。いいえ、そんなことは。少し暗い顔をする彼女に俺の心が痛む。変な質問をしたせいで気に合わせてしまったかもしれない。そういや、俺のことは春でいいよ。みんな俺のことはそう呼ぶしな。はい、じゃあ私もそう呼ぶようにしますね。春くん。お、じゃあこれからもよろしくな。ちょっと訳ありなのかな。席に戻ると光太郎がニヤニヤしながら待っていた。よう、むっつり。なんでやねん。なんだよその不名誉な呼び名は。お前、今朝は転校生なんて関係ないぜみたいな顔してたくせに早速手を出しに行ったな。ちげって、ただ昔の知り合いに似ていたからよ。ん、ハルさん、それはナンパの常套手段ですね。確かにそれっぽい。ニヤニヤした目、ニヤニヤした目で見るな。つか結局違ったしな。昔の知り合いってのにか。まあそういうこともあるだろう。まあそうなんだけどさ、視界の先で今もなお押し寄せるクラスメイトたちに笑顔を振りまく転校生を見ながら俺は一人ごちだ。綾瀬しおりか。覚えていないって言っていたが、あの反応本当はどっちなんだろうな。何かあったのかね、事情がある的な。放課後。先輩、ため息やめてくださいよ。聞いているこっちが気が重くなります。ん、ああ悪いな。ここは図書室の奥にある会議室だ。カビ臭い古雑誌やら古くて黄ばんだ辞書やらがキャビネットや床に積まれており、まさに図書室のバックヤードという感じ。俺たち図書委員は主にこの部屋でやりたくもない事務仕事をさせられる。まあ図書委員といってもとある理由で俺と白崎しか残っていないんだがな。現在は学校司書の先生、この委員会の顧問だと、俺と白崎、この3名が図書委員会の全てであり、知られざる全貌である。2人しかいない会議室に、
ホッチキスの音だけが虚しく響く。俺たちは今、図書ダイアリーとかいう毎月1回出す資料を作成している。コスコスと紙面に針を止めていく地味な仕事。ぶっちゃけ退屈だ。こういうルーティンワークをしているとどうしても思考は明後日の方へ飛んでしまう。そうして考えるのはやはり今日の転校生の一件だ。綾瀬しおりか。視界の隅で白崎がホッチキスを置いたのが見えた。お、早いな。もう終わったのか。終わっていません。休憩です。なんか息が詰まってきたので。まあな、こんな地味な仕事ずっとやってりゃそりゃな。先輩、ボケですか。ボケ？いいえ、なんでもないです。無意識だね。そういえば聞きましたよ、先輩のクラスに転校生が来たって。へえ、もう2年にまで情報が伝わってるのか。早いな。ええ、なんかすごく綺麗な方みたいですね。クラスの男子が騒いでました。綺麗。あれ、違うんですか。アイスさんは、へへ、まあ一応私的には白崎さんを行きたいかなと思っていますので、こっちかな。はい、冗談と捉えられちゃうのかな。はる先輩、つまらない冗談はやめてくださいよ。まあね、何を言う、俺は本気でだな。そんなニヤニヤ笑っているのにどこが本気なんですか。ち、バレたか。もう少し反応してくれてもいいのに。まあそうだな、白崎の言う通りアイスさんは美人だよ。へえ、ハル先輩から見てもやっぱり綺麗な方なんですね。厳しめな目を持ってるのかな。じゃあ高木先輩とかも喜んでたんじゃないですか。ああ、光太郎は喜んでたな。てか光太郎に限らずクラスの男子は小躍りしていた。うわ、3年生になっても男子は男子なんですね。いつまで経っても男子だよ。まったく、男子は容姿にこだわりすぎですよ。そりゃまあ可愛いに越したことはないからな。そういうもんですかね。白崎がホッチキスを手に取る。短い休憩を終え、どうやらまた仕事を始めるつもりらしい。俺の音に重なるように白崎のホッチキス止めの音が響く。音が続く。その転校生さ、小さい頃に俺一緒に遊んだことがある気がするんだよ。いわゆる幼なじみってやつですか。そうそう、そんな感じ。まあ幼なじみっていうほど綺麗な思い出ではないが。へえ、久しぶりに地元に帰ってきた幼なじみと再会ですか。ロマンチックですね。いや、それがさ、本人に聞いたら別人だった。はい？え、何ですか？先輩の勘違いですか？そうみたい。そうみたい、じゃないですよ。じゃあ今のくだり、全然いらないじゃないですか。はあ、おいおい、白崎、ため息つくと幸せ逃げるぜ。いや、それ春先輩が言いますか。幸せが逃げたからため息ついてるんだよっていうあれが好き。ということがあったんですよ。へえ。だいぶざっくりした説明でしたけど伝わりました。オーケーオーケー、大丈夫、
ゃんと伝わってるわよ。俺の拙い説明に笑顔でうなずきを返してくれる高梨さん、このバイト先での俺の先輩にあたる人だ。ここは駅近くに店を構える喫茶店プチカプリーヌ。駅近くとは言っても少し歩かなければならない場所にあり、常に激混みとまではいかない、まあ時間帯による。昨年から俺はこの喫茶店でバイトをしている。シフトについても学生は青春が一番というマスターの優しさから、委員会のない日を当ててもらったり、いろいろと融通を図ってもらっている。社会経験もなく、お世辞にも出来がいいとは言えない俺に一から手取り足取りを教えて指導してくれたり、本当マスターと高梨さんには頭が下がるばかりだ。クラスに美少女の転校生、しかも幼なじみか、いいな、青春してるな。いやいや、そういうんじゃないですって。どっか行って春馬くんもまんざらでもなさそうじゃない。いや、それは。高梨さんはまるでからかうような笑みを浮かべる。今みたいに客が途切れると彼女はこうして雑談を振ってくれる、とても親しみやすい先輩だ。ちなみに余談だが、高梨さんは俺のことを春馬くんと名前で呼ぶ。みんなが春と呼ぶ中ではかえって新鮮で、不意をつかれるとドキリとすることもあり、ちょっと悔しい。高梨さん、ちゃんと俺の話を聞いてました。だからその子は俺のことを覚えてないって言うんですよ。ですからやっぱ人違いなのかなって。高梨さんは少し小首をかしげた後、カウンターを振り返る。どう思います、マスター。いいね、マスターだ。カウンターの中ではマスターが無言で豆を引いている。マスターは言わずもがな、この喫茶店のオーナーだ。綺麗に整えられた白髪、上品に蓄えた口ひげ、豊かな人生を重ねたものだけが刻める深いシワ。目を閉じながらじっと無言でハンドミルをコリコリと回す姿は、まさに喫茶店のマスターとしての至上の佇まいであろう。俺たちが見守る中、マスターはドリップの作業を進める。お湯を注ぎ、マンデリンの芳醇な香りが店内に広がる。目を閉じたままその香りを楽しむように大きく深呼吸。そしてゆっくりとこちらを向いた。青春ですね。いいね、この渋さ。ほら、マスターもこう言ってるじゃない。え、なぜか勝ち誇ったような顔をする高梨さんに俺は慌てて声を上げる。いやいや、今のマスターの言葉は別に関係ないじゃないですか。甘いな。ちゃんとマスターが何を言いたいのかを見極められないと、まだまだこのお店は春馬くんには継がせられないな。いや別に過ぎませんし、てか結局さっきの発言のシーンは何だったんですか、マスター。思わずカウンターの奥へ声をかけるが、マスターはすでに奥深いコーヒーの世界へ没入してしまったようで返事はない。未だにマスターのことはつかみきれないな。ところで春馬くん、注意を引くように高梨さんが俺の目を見つめてくる。お姉さんが一つアドバイスをしてあげる。この言い方不安だな。はあ、アドバイスですか。うん、その転校生ちゃんだけど、もしかして春馬くんは他の人がいるところで話しかけたんじゃない。他の人って、まあ教室だからみんないましたね。だったらもしかしたらその子は照れていただけなんじゃないかな。ああ、なるほど、照れているですか。そうそう、だって
もし本当に本人だったら実に8年ぶりなんでしょ。久々に顔だって見ただろうし、びっくりしたんじゃないかな。転校したばかりで緊張もしていたかもしれないしね。そうですね、確かに考えてみればアイスさんにとっては転校したばかりのタイミング、周りは知らない顔ばかりだし、あのことを抜きにしても態度が変になるのはやむを得ないかもしれない。あのことなんだろうね。お、その顔は私の意見をちょっとは真面目に考えてくれてる顔だね。いやだな高梨さん、俺はいつも高梨さんにはイエスマンですよ。またすぐに調子のいいこと言うんだなこの子は。出来の悪い弟を見るような目で、そう高梨さんが苦笑する。まあとりあえず二人きりになれるチャンスがあるといいわね。そしたらちゃんと確かめられるし。はい、そうですね、二人きりか。俺だってちゃんと確かめたいことがある。このままうやむやになんてしたくない。明日からチャンスを伺っていこう。